インスティチュートの将来により深く関わってもらう時が来た。中で会おう。理事会が会議を開いているが、同席してもらいたい。待っているぞ。もう十分見た。そろそろ中へ戻ろう。聞くところによると、あのリベルタリアの不良人造人間はかなり危険な案件だ。これ以上話す前に、今回の理事会は終わりにしよう。何せ重要な案件だからだ。これで床が綺麗だと？視覚レセプターが故障してるのか？汚れと埃が。これ以上話す前に、今回の理事会は終わりにしよう。何せ重要な案件だからな。言い訳は許さん。お前が壊れているのは明らかだ。この件はよろしい。揃ったら、そろそろ始める。すみません。でも、彼はここで一体何をしてるんですか？その件については後ほど触れるが、その前に、まず注意を向けるべき議題がある。誰もが気づいていると思うが、連邦内の不安は引き続き高まってる。そちらから報告は？インスティチュートの施設は全て厳重に保護されています。ある場所を除いては。その他内部のものはかつてないほど厳重に管理されていますし、地上のものにはドクターアヨが目を光らせています。はい。監視者たちはこれまで確認されている以上の脅威を示していません。インディペンデンストリデ周辺で動きが活発になっている点については監視を続けていますが、直ちに懸念すべき兆候はありません。ボストン国際空港は占拠されたままですし、連邦中の他のいくつかの場所でも BOS の存在が確認されています。機密情報からするとレールロードは活動を続けているようですね。そして前以上に野心的になりつつあります。基地の問題に関しては SRB のエージェントが監視を行っています。分かった、ありがとう。この先は自分たちの安全を第一に考えながら進むべきだということは明白だ。それを踏まえて、現在我々はフェーズ3のどの段階まで来ている？本当に今がそれを話し合うべきタイミングだと思われますか？その出席者の顔ぶれを踏まえた上で。ああ、その通りだ。フェーズ3について何か聞いているか？フェーズ3？ 我々にとっては非常に重要なものだ。地上でも目にしてきただろうが、エネルギーはとても貴重な必需品だ。抽象的な概念について語っているわけではない。手で触れられるエネルギーの話だ。照明を灯し続けるようなエネルギーのことだ。インスティチュートが前進を果たすたびに、原料としてのエネルギーの需要は高まる。長年の間前進を続けるために数多くの妥協があり、犠牲があった。どんな妥協だ？時折地上の施設をエネルギー源とするやり方に頼らざるを得なかった。それは人員と装備を危険にさらす。だがもうその必要はない。フェーズ3とは、要するにインスティチュートに今後永久に十分な電力を供給できる原子炉を起動することだ。それにより我々の生き残りだけでなく繁栄が保証されるのだ。その原子炉についてもっと聞かせてくれないか？いいとも。もともとは戦前に CIT のために作られたもので、実験炉に過ぎなかった。長年の間に我々がテクノロジーを進歩させ、多くの面で大幅な改良を加えた。そしてついにあと少しでそれを起動できるところまでこぎつけたのだ。原子炉の準備はほぼ整っているが、
最近の試験でまだいくつか課題が残っていることがはっきりした。そういうわけでたどり着いたのがフェーズ3だ。そしてあなたにどう協力してもらうかだ。所長？ええ、ドクターアヨ、以前は地上の作戦はケロッグに任せていたな。だがもう彼はいない。実の父を危険にさらすのはあまり気が進まないが、彼はすでに身の処し方を十二分に心得ていることを証明している。ええ、しかしこの件で議論するつもりはない。さて、もう一つ話し合いが必要なことがある。今がそれにふさわしいかどうか。ドクター・ホルドレン、今がその時なのだ。頼む。何人かはすでに気づいているだろうが、私はしばらく前からドクター・ボルカートの治療を受けている。すまない、これは私には難しい。我々は最善を尽くしたがうまくいかなかった。思いつく限りの実験的治療を試したが失敗に終わってしまった。これを言うのは心苦しいが、私は死ぬだろう。本気じゃありませんよね。頼む、申し訳ない。こんな風に伝えるのは不本意だが、時間がないのだ。死ぬのか？どうやらそうらしい。とても進行の早いガンでな。信じてほしい。本当にありとあらゆる手を尽くしたのだ。後でもっと詳しく話させてもらおう。今問題にすべきはインスティチュートの未来だ。インスティチュートが生き残るためにはリーダーシップが必要不可欠だ。理事会は今後も全てのものの利益を考慮して管理を行わねばならない。そのため後継者に私の父を指名させてもらう。やれやれ。本気じゃありませんよね。本気ですか？選択ミスに思えます。こんなことをどうやって正当化できるんです？彼は我々の一員でもなければ科学者ですらないのに。皆の反抗ともいえる口調はさておき、これだけは言っておく。インスティチュートには十分な数の科学者がいる。必要なのはリーダーだ。その点に関して父はすでに十分すぎるほどの適性があることを証明したと信じている。以上で会議は終了だ。ありがとう。 B592 をこれほど迅速に送り返してくれた手腕に賞賛を送りたい。全然知らなかった。分かっている。一度に受け入れるには難しい話だった。悪かった父さん、前もって打診もせずに責任を押し付けて強引すぎたのでなければいいのだが。責任を引き受けるとはどういうことだ？インスティチュートのほとんどの部門はほぼ独立していて、介入せずとも完璧に機能を果たすことができる。だが部門間でやり取りするとなると問題が生じることがある。そこで理事会を仕切って方針を定めたり争いを解決したりするのだ。理事会の一部やインスティチュート全体があなたの任命に関して再確認を求めてくるであろうことは疑問の余地がない。だからこそこの最新の作戦の指揮を取ってもらいたい。詳細はドクター・フィルモアが説明してくれる。この先には我々全てにとって、そして誰よりあなたにとって難しい決断が控えている。あなたは正しい行動を取るはずだ。